年を重ねて痩せにくくなったな歩いているのに体重落ちないなお腹の脂肪だけ落ちないな当てはまることないですかただ体脂肪だけ倍速で落とし腰痛変形性股関節症まで解消する方法があるとしたら試してみたくないですか今日もゆるくダイエットしてますか藤田です今回は寝る前足踏みだけでおばあちゃんでも勝手に痩せる方法というテーマでお話しします 動画の最後には注意点も合わせて紹介します。この方法は実際にダイエットコースを受けられた60代の女性が無理なく1週間でマイナス1.5キロ痩せた方法になります。この方法でウエストが細くなった、血液検査の数値が良くなった、腰痛や変形性股関節症の症状も改善したと効果があった方法です。 もしこの動画を見てくれているあなたがいつまでも若々しくありたい痛みなく毎日を過ごしたい元気で健康的になりたいと思っているのであればぜひ最後までご視聴いただき参考にしてみてくださいあなたはこれまでに早く痩せようと運動頑張ってませんか でも、その努力が逆効果になっているとしたら、確かに脂肪を落とすためには、有酸素運動をしたり、筋トレをすることは大切です。ただ、運動しているんだけど、足や腰が痛くなった、手術した後で運動していいかわからない、長い時間動けなくて続かないという方が多いと思います。これは、体幹や足の腸腰筋や大腿四頭筋、ハムストリングスという筋肉が凝り固まっている証拠なんです。 なので僕と一緒に少しでもいいので寝る前ストレッチで解消していきましょうでは実際に寝ながらやれる方法をご紹介していきますそれでは早速ベッドに上向きで寝ながらやれる方法をやっていきますそれではベッドや地べたなどでも大丈夫です上向きに寝た状態を作って膝を軽く曲げますその状態で軽く足踏みをしていきます これを1分間一緒にやっていきましょう。それではいきます。用意。はい。では、この状態で足踏みをしていきます。これをすることによって、このお腹の腸腰筋だったりとか、太ももの大腿四頭筋っていう筋肉をしっかりと動かすことができます。 なので寝る前にですねしっかりとこの足踏みをしていくことによって痩せやすい体や筋肉を緩めることができますまた股関節の周りには動脈、静脈、神経がきれいに通っていますなのでここの股関節の部分が固まっていると足がむくみやすくなったりとか筋肉がうまく動かないことによって 代謝が悪くなる腰痛の原因にもなりますので、しっかりと足踏みしていきます。ゆっくり、ゆっくりで大丈夫です。自分のできる範囲で大丈夫なので、上向きで寝ながら足踏みしてみてください。もう少しです。頑張っていきましょう。はい、OK です。これだけでも十分なんですが、これでまだ余裕があるよっていう方は、プラスアルファ一緒にやっていきましょう。 次やる方法はこの上向きのまま膝を立てた状態でかかとを上げて下ろす上げて下ろすこれを1分間一緒にやっていきましょうそれでは行きますよーいはいではかかとを上げて下ろす上げて下ろすこの運動っていうのはふくらはぎの筋肉を使っていきます このふくらはぎの筋肉は第二の心臓っていう風に言われていますこの筋肉をしっかりと動かすことによって足に溜まった老廃物を心臓の方に返して血流を良くしていきますまた先ほどの運動で足踏みをしたと思いますこの足踏みを運動をした後にですね股関節が緩んだ後にふくらはぎをしっかりと動かすことによって 血流が上に帰りやすくなっていきますまた寝る前にこのかかと上げをすることによって足の先まで血流がしっかりと流れることで睡眠の質が上がってきますなのでゆっくりでいいですからかかとを上げていきましょうしんどくなったよ足がつるよっていう方は休みながらでも大丈夫ですはいオッケーですでは続いてはこの膝を立てた状態で 足を横に倒していきますただこの運動は股関節を手術したよっていう方は避けていただきたい方法になるので変形性股関節症や腰痛がある方のみやってみてくださいそれでは足を立てたままゆらゆら1分間一緒にやっていきましょう行きますよーいはいでは膝を立てたまま足を横にゆらゆらしていきます ゆらゆらすることによってお尻の筋肉だったりお腹の腹横筋っていう筋肉を緩めることができますこれによってですねお尻の筋肉もしっかり働くことによって歩く時の股関節の動きを助けてくれますまたこのお腹の腹横筋っていう筋肉がしっかり緩むことによってこの腹横筋っていうのはですねお腹のコルセット っていう風に言われています。なので、腹横筋がしっかりと働くことによって腰の安定性が上がっていきます。なので、歩くときや日常生活のときにこの腹横筋がしっかりと働いてくれることによって腰の安定性を高めて痛みが出づらくなります。なので、寝る前に一日の疲れをしっかりととっていきましょう。はい、OK です。 それでは続いてはうつ伏せになってやっていきましょう。それでは一回起き上がってうつ伏せになります。でうつ伏せの状態になったら次は足をバタバタしていく方法を1分間一緒にやっていきましょう。それではいきます。よーい,、はい。では足を曲げてバタ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 できるだけお尻。 のですねところにかかとがひっつくように上げていきますただここの筋肉がですね硬い人が多いですこれは太ももの前側の筋肉大い,い四頭筋っていうものを伸ばしながら太ももの後ろ側のハムストリングスっていう筋肉を緩めていく動きやすくしていく方法になりますただここの筋肉が硬いと姿勢が悪くなったりとか 代謝が悪くなって太りやすいことだったり痛みが出やすくなりますなのでしっかりとバタ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 して血流を上げていきますもう少しです頑張ってバタバタしていきましょうしんどいよっていう方は休みながらでも大丈夫なので自分のできる範囲でやってみてくださいもう少しですはーい OK です では続いては膝を軽く曲げた状態で左右に倒していきますこれを1分間やっていきましょうそれでは行きますよーいはいでは膝を軽く曲げた状態で左右に倒していきます倒して倒してこれによって腰の筋肉と足の筋肉の連動を高めていきます なので腰が痛いよっていう方はこの状態で少し腰に効いてるなーっていうのを感じると思いますでも痛みが出るまでしなくて大丈夫です痛みが出てしまうとよりですね効かなくなってしまうので痛くない範囲でゆっくりゆっくり動かしていきましょうできる範囲で大丈夫ですゆっ,ゆっくりゆっくりゆら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 していきます これで足の筋肉だったりとか腰の筋肉を緩めていきましょう。ゆっくり、ゆっくり、ゆらゆら、ゆらゆら、緩めていきます。緩めて、緩めて。はーい、OK です。 お疲れ様でした。少ない時間でしたが手足が暖かくなったのではないでしょうか。その状態は筋肉がしっかりと緩んでいる証拠です。ただ、最後に注意点をご紹介します。注意点、まず一つ目は寝起きやったり寝る前がおすすめになってきます。それは 体が老廃物が溜まっている状態なのでこの時に筋肉が硬くなりやすいです僕たちの体っていうのはペットボトルと同じ状態です 寝ている時は下に水が溜まっている状態なんですが、この時に老廃物も下に溜まっています。ただこの時にいきなり動こうとすると、少ない水が下にドーンと落ちてしまって、めまいがしたりとか体の痛みが出てしまいます。なのでこの寝ている状態、寝る前や寝起きに、 体をゆっくり揺らすことによって、水分が全身にきれいに回るようになりますので、寝る前や寝起き、寝ながらやっていただくのがおすすめになってきます。続いて2つ目は痛みが出るまでしないっていうことです。 僕たちは痛みが一度出てしまうと軽い刺激でも痛みを感じやすくなります。これは金ちゃんの仮想対象の点数と一緒でどん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 上がってしまって合格の点数までいってしまうと軽い負荷でも痛みが出やすくなってしまいますのでなので痛みが出ない範囲あここまで動いても痛くないんだなっていうのを 体に教えてあげるっていうことが大切ですのでこのエクササイズは痛みが出ない程度で大丈夫です続いて3つ目は全部まとめてしなくてもいいっていうことなんです このすべてのエクササイズを5つすべてする必要はありません空いた隙間に気づいた時にできるものを1個だけでも大丈夫ですまた寝る前には足踏みのエクササイズを1分だけでも十分効果があるというふうに僕は考えます全然やらないよりも少し足を動かして寝るだったりとか少し運動をして寝るだけでも十分体の状態は変わってきますので少し動いて睡眠をとるように してみてください。またこのチャンネルでは毎日夜の9時に楽しくダイエットが続けられる方法を紹介しています。ぜひお見逃しないようにチャンネル登録と横のベルボタンチェックしとってください。それではまたバイバーイ。